私は今愛知県の豊橋市にいます。豊橋市は愛知県の東南端にあり、東は静岡と接し、南は太平洋、西は三河湾に面しており、豊かな自然と温暖な気候に恵まれたところです。私が今いる豊橋駅は新幹線が止まるため、名前を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。東京と大阪のほぼ中間に位置する豊橋は、古くから物流や交通の要衝として多くの人々が行き交う宿場町として発展をしました。1906年に県下2番目の市として誕生した豊橋は、1999年に念願の中核市に移行し、2000年頃には県下2番目の人口規模にまで発展しました。2000年以降は平成の大合併もあったため、今では県下5番目の人口規模となっていますが、今もなお東三河の中心都市として発展を続けています。そんな豊橋にはかつて東三河最大の盛り場があり、闇市が形成されていました。郡と豊橋として明治時代には軍事拠点が設置されていました。今回はテレビでは取り上げられない豊橋の歴史について徹底解説をします。豊橋駅を北東に進んで豊橋公園に来ました。豊橋は江戸時代まで三河の国吉田と呼ばれており、藩が置かれていました。幕藩体制の初期には東海道の宿場町吉田宿が置かれていました。当時から多くの人々の往来とともに物流の集積地、また軍事面の要衝としてとても重要な場所でした。江戸時代、三河の国吉田藩の藩長となっていたのは、私が今いる豊橋公園の敷地内にある吉田城でした。私の後方に見える吉田城址は1954年に復元されました。吉田の町は城下南部一帯を中心に発展し、東海道は宿場町の中心を東西に横切る形で整備されました。豊橋のど真ん中にあった吉田宿には65軒の旅籠、今でいう旅館がありまして、約7000人が住んでいました。東海道最大の宿場であった名古屋市熱田区の宮宿には旅籠250軒、約1万人が住んでいたことを鑑みると、吉田宿もそれなりの規模であったことがわかります。そして当時の旅籠には飯盛り女がつきものでした。飯盛り女とは旅籠で泊まり客に食事を給仕する女性のことを言いますが、実態は売春婦でした。吉田宿の飯盛り女は吉田女郎とも呼ばれ、吉田通れば2階から招く、しかもかの子の振袖がと俗用で歌われるほど栄えていたそうです。かの子というのは子鹿の背中の白い斑点をデザインした柄でありまして、子供の着物として使用されていました。吉田宿の飯盛り女はかの子の振袖を着る若い女性が多かったということです。そしてそれらの旅籠、盛り場は吉田宿の中心部であった札木町と上伝馬町に形成されていました。はい、その札木町に来ました。ここが豊橋の遊郭市のルーツとなった場所です。口述する豊橋の遊郭と遊女のルーツは江戸時代の旅籠屋と飯盛り女の存在でした。今ではご覧の通り、遊郭だった当時の面影はありません。ただわずかに残っている箇所もあるので、ちょっと場所を移動します。はい、こちらは創業100年を超える老舗の日本料理屋さんです。いやー、まさに遊郭にあった儀楼という作りになっていますね。
外壁の改修や塗装がしっかりと施されているので、そこまで古さは感じません。そして入り口には観察があります。この観察について私のチャンネルの視聴者の方はご存知の方が多いと思いますが、一応ご説明します。戦後の1946年に公証制度が廃止され、公に売春ができなくなりました。そのため遊郭はなくなったのですが、政府により接待所・慰安所等の転換措置に関する件という通達が出ました。とても簡単に要約をすると、旧来の遊郭は特殊飲食店と名義替えをすれば遊郭に準ずる営業内容をも認めようというものです。こうして政府に許可を得た特殊飲食店、当時はカフェという言い方をしましたが、それらのお店はこのように観察をつけて商売をしていました。補足します。公証制度が廃止以降、特殊飲食店の認可を受けたお店が集まる地帯を赤線地帯と言いました。一方で認可を得ずに風俗営業を行うお店が集まる地帯のことを青線地帯と言います。時は流れて時代は明治2年。当時愛媛県にも伊予国吉田藩という藩があり、明治新政府より名前が似ていて紛らわしいという理由で変更を命じられました。三河の国吉田の藩主は豊橋、今橋、関谷の試案をしたところ、新政府は1番目の豊橋を採用し豊橋藩となりました。ちなみに豊橋とは豊川に架かる橋の名称でありまして、橋の名前が判明となりました。その後2年後の明治2年2月、廃藩置県により豊橋県となりました。その間に札木上伝馬町の盛り場は旅籠から関ヶ子茶屋に形態を変えていました。関ヶ子茶屋というのは建前上はお茶屋さんですが、実態は遊郭でした。こうして札木楼、上伝馬楼として規模を拡大していきました。はい、吉田神社に移動してきました。札木町を500メートルほど北上した場所です。1888年には東海道線の豊橋駅が開業しました。その後日清日露戦争の戦勝による好景気を迎えたこともあり、特に上伝馬楼は有効客が増加したそうです。両遊郭とも駅からアクセスの良い立地であったため、遊郭関係業者以外にも多くの商家が並ぶ市内の大歓楽街となっていました。この時代の大きな特徴は、遊郭を形成する業態である貸座敷、料理店が東海道の街道沿いの市街地に一般の商家や住宅などと隔絶をされることなく散在共存していたことです。子どもや女性の目にも留まるため、当時から風紀面で問題を指摘されていました。しかし遊郭の存在は豊橋にとってはかなり重要なものであったと思われます。では吉田神社の境内に入ってみます。吉田神社は古くは天皇社、御頭天皇、吉田天皇社と称した古社で、スサノオノミコトをお祭りし、多くの武将たちから崇拝を受けました。その中でも源頼朝が深く崇拝したことから、頼朝公の行列を再現した神輿渡御が天皇祭りとして誕生したのが豊橋祇園祭りの始まりです。豊橋祇園祭りは江戸時代より三州吉田の花火祭りとして全国にその名を謳われた大花火大会で、手筒花火は吉田神社発祥と言われています。境内をまっすぐ進むと本殿、
御神殿があります。で、両サイドに石灯籠がありまして、この石灯籠の台座に札記楼と刻まれています。ちなみに右には神殿間と刻まれています。この石灯籠は当時の遊郭にあった貸座敷の地主さんが寄贈したものです。遊郭の名が刻まれた石灯籠がなお残されていることを鑑みると、やはり2つの遊郭は豊橋にとって重要な位置づけであったことが見て取れます。1906年、市政の施行により豊橋市が誕生しました。愛知県では名古屋市に次いで2番目で、全国では62番目に市政を施行しました。そして1909年、私が今いる豊橋南部近郊の高島原の広大な土地に第15師団が置かれました。師団とは陸上自衛隊の基本的な作戦部隊であり、地域や機関的に独立して作戦を遂行する部隊です。私の後方にある愛知大学や高市緑地公園を中心とした約50万坪の広大な敷地に第15師団のための施設が数多く作られました。当時の豊橋の人口は約4万人、その中に1万人近い師団の兵員と関係産業の従事者が一気に流入することになりました。郡都豊橋と言われた町は市内の歓楽街、もちろん札木楼、神殿間楼も大盛況となりました。しかし水面下で問題が起きていました。にぎわう盛り場には密飲売業者という、要するに許可を得ずに違法で風俗営業をする業者が急増しました。これにより何が起きたかというと、性感染症の急増です。1915年の人口1万人に対する性病患者の数は約400人と、名古屋市の約5倍となったそうです。公に許可を得た遊郭で働く女性と師匠外の女性、要するに立ちんぼと遊んだ場合では、前者の方が明らかに性病感染率が低いそうです。一説によると、前者と遊んだ場合の性病感染率は 2% 弱、後者は 5% を超えるらしいです。その他、密飲売業者からは性病感染以外にも様々なトラブルが発生することが想定されるため、師団は遊郭の移転を要求しました。これに対し札木、神殿間楼の業者は市会議員を巻き込んで反対運動を起こしました。師団の設置によって大きな恩恵を受けてきたわけなんで、気持ちはわかります。しかし反対運動は実らず、1910年に市街の中心部から東へ 2.5 キロ移動した田園に東田遊郭が誕生しました。東田遊郭は現在の東町にあたる場所にありました。東田遊郭の開設当初は市内からのアクセスが悪く、遊興客はバスや人力車を駆使して来ていたそうです。ただその後にバス路線の開通や、1925年に豊橋電気鉄道が東田までの路線を開業するなどして、市街の中心部から遊郭までのルートが次第に整備されていきました。大正の後期になると、東田はご覧の通りきれいに区画整理されました。こちらは東田遊郭の実態です。開設初年度の1910年の座敷数は34件、将棋数141人にとどまっていますが、翌年には座敷数50件、将棋数は236人にまで増加しています。座敷数は1912年の58件をピークに、以降はほぼ56件で推移していますが、将棋数は1930年の533人をピークに、戦時体制下での営業縮小前までは400人から500人台となっています。年間誘客数のピークは1937年の36万5597人です。1935年、国勢調査による
豊橋の人口は14万735人であり、最盛期には当時の市内人口の 2.5 倍もの遊興客が東田遊郭に訪れていた計算になります。ものすごく繁盛していたんですね。1937年に日中戦争が勃発しました。翌年に国家総動員法が制定されるなど、次第に国内の戦時体制が深まっていきました。豊橋市内の遊興街も大きな影響を受けました。1944年の閣議決定により高級享楽停止措置で芸妓街は営業休止状態になり、東田遊郭の業者は軍から土地、建物を軍関連企業に譲渡することが命じられました。こうして30年以上にわたる東田遊郭の歴史はあっけなく終焉を迎えました。同じ愛知県の中村遊郭や稲永遊郭のように遊郭の建物を公員向けの宿舎としては転用せず、建物を解体しその資材を利用する目的で接収されたそうです。そのためかつての東田遊郭の跡地には全くと言っていいほど名残がありません。ただ亡くなる前も大盛況していた東田遊郭がそのまま消滅することはなく、新たな場所にて移転開業します。はい、東田遊郭の移転先となった小池町、現在の有楽町に来ました。1908年に豊橋の南部にある高島原一帯に第15師団が設置されたことは先述した通りです。師団施設のすぐ近くにあった有楽町には、師団設置当時から関係者向けの歓楽街が形成されました。飲食店、商店、旅館、お土産屋、カフェなどが並び、盛り場としては1937年に南新地という芸妓街が形成されたそうです。そして1944年には名称を有楽荘と改名し、軍の慰安所として開設をされました。はい、有楽荘の跡地はまだぼちぼち遊郭の名残が残っているみたいなんで散策してみます。あ、早速それらしき、建物が見えてきました。お、すごいな。ちょっとバラックっぽいですけど、千尋、あ、料理って書いてますね。料亭千尋。あ、そしてよく見ると料理店の観察があります。こちらの建物は赤線というよりも青線というような感じの見た目をしています。ここに来る前に、だいたい 2,3 年前かな、この一帯の、遊郭跡の画像をアップロードしている方のブログを見てきたんですけど、だいぶね、解体されていますね。代わりに新築の戸建てとか駐車場ができています。この駐車場があった場所には結構立派な儀楼があったはずなんですが、解体されて駐車場になっています。おお、そんな中でもまだ残っていました。かつての儀楼が2軒並んでいます。立派だな。これ手書きですかね。あ、そして、はい、料理店の観察がなんか2つありますね。お、入り口にはタイルが敷かれています、隣の建物は売春防止法が施行されてからは一元さんお断りの民泊に転業しています。
有楽荘の開設翌年の1945年、日本中を襲ったアメリカの B-29 の空襲が豊橋に降ってきました。これを受け、市街地の多くが殲滅に近いほど焼失しました。言うまでもなく、有楽荘、小池遊郭もなくなりました。しかし、戦後の有楽荘の復興にさほど時間はかかりませんでした。終戦によって、次は進駐軍の慰安所を開設しなければならないからです。戦後の小池遊郭はバラックのような建物から始まって徐々に改装されていったそうです。進駐軍兵士の慰安所としての利用はごく短い期間だったそうですが、その後は日本人向けの赤線へと移行したそうです。名古屋市警察本部の調査によると、有楽荘は最盛期の1953年に特飲店45軒、給仕婦185名の規模だったそうです。当時はにぎわいを見せましたが、開設から約10年後に売春防止法が施行され、翌年12月に廃止されました。話を少し戻しますが、1944年に東田遊郭は終焉を迎えました。しかし、ピーク時に盛大なにぎわいを見せていた東田遊郭の復活を望む声は多く、1952年にすぐ隣の東田中野町に東田園として復活を遂げました。補足します。つまり、東田遊郭は有楽町と東田中野町の2カ所に移転開業しました。東田遊郭の跡地は戦後にはバラック住宅街となり、死傷窟となりました。加えて、とにかく東田遊郭の復活を望む声が多かったため、満を持して東田園として開業しました。東田園は交渉制度廃止後に誕生したため赤線地帯でした。私は今、東田園の中心にある東田中野町公園に来ています。今でも公園の周りには結構な名残があるみたいなんで散策をします。はい、じゃあ公園の西から出て回ってみます。おお、早速ありましたね。おお、綺麗なタイルですね。ああ、今日見たタイルで一番綺麗で好きかもしれないです。観察とかはなくて、現在は人が住んでらっしゃいます。いや、ここにも、ありますね。わあ。金塊。金塊。で、こちらは、はい、料理店の観察があります。花柄のシールが貼られています。1952年にできた東田園は、売春防止法の施行によりわずか5年で廃止となりました。この一帯もですね、 2,3 年前と比べてだいぶ解体が進んでいて、本当はね、あと 3,4 軒ぐらいは立派な儀楼が残っていたはずなんですが、今はもう別の建物が建っていました。まあでも有楽荘と同じぐらい当時の遺構が残っていたんで、いいものが見れました。満足です。はい、ランチに来ました。ランチはスパゲッティチャオです。ずっと気になってたんで楽しみです。おいしそう。来ました。はい、甘すぎず辛すぎず絶妙な味付けで、また食べたくなるスパゲッティでした。とても美味しかったです。
ごちそうさまでした。はい、オープニングを撮影した豊橋駅の西口に戻ってきました。で、目の前にはタワーマンションがあります。こちらはプラウドタワー豊橋というタワーマンションで、2023年1月にできました。豊橋は東口が歓楽街で栄えていると言われていますが、西は西でタワーマンションを誘致するなどして頑張っています。ただ駅の西口を北上していきますと、はい、なんか雰囲気が一変しました。新幹線が止まる駅の目の前とは思えないような建物が並んでいます。言い方に語弊があれば大変恐縮ですが、バラックとも言えるような仕様です。豊橋駅西口はわんぱく通りと呼ばれ、週末の夜になると多くの人でにぎわっているそうです。ちなみにわんぱくの由来は、この通りは花田町189番地にあたり、189をわんぱくともじったそうです。これらの建物がある理由としては、闇市の名残でございます。先にも述べた通り、豊橋はかつて空襲でほぼ焼け野原になりました。戦後の復興を図るべく、この一帯には闇市が立ち並びました。空襲により工場などが破壊された豊橋は、生産活動が急激に低下していました。戦後の豊橋の工場操業率は空襲前の 6% にまで減退しました。また海外引き上げ者や復員軍人による急激な人口増加も生じました。このような需要と供給の極度のアンバランスから悪性インフレが発生し、その結果生み出されたのが闇市でした。豊橋では1945年頃から駅前通りにバラックや吉津張りの仮店舗、露天市場などを中心とした闇市が出現しました。芋飴、みかん、タバコ、包丁など生活物資が売買されていたそうです。ここでの闇価格は、戦争中に制定された統制価格と比べると異常な高騰ぶりだったそうです。特に砂糖の価格は500倍に跳ね上がり、お米は120倍、石鹸は100倍の価格で取引されていたそうです。闇市を営む露天商の資格は何の制限もなく、警察に届ければ誰でもできたそうです。そのためこの一帯は無法地帯となっていたそうです。わんぱく通りの終着点には跨線橋がありまして、それをくぐるとするとですね、すごい建物が目の前に現れました。これ見たかったんですよね。これ地元では有名な、まあ、廃墟なんですけれども、なんかもろにカフェというか怪しい雰囲気満載ですよね。こちらは戦後には藤吉旅館として営業していたそうです。いや、しかし見るからに普通の旅館ではなくて、青線、赤線だったと思われます。で、今見た建物のすぐ裏にザ・青線というような建物があります。鈴に女と書かれています。あ、そしてこちら見えますかね、小料理店の鑑札があります。戦後の豊橋駅西口には青線があったという話はよく聞きますが、この2つの建物を見る限り、あながち間違っていなさそうです。はい、ということで豊橋の散策が終了しました。私、実は生まれて初めて豊橋に来たんですが、いい場所ですね。
海も近くて緑豊かで、駅前にはホテルがたくさんあって繁華街もある。住むには不便がなさそうな場所ですね。愛知県の第二都市はどこだという議論がされると、必ずと言っていいほど豊田、岡崎、一宮、豊橋の名が挙げられます。今回初めて来てみて、そう言われるゆえんにうなずけました。やはり大都市と言われる場所にはオフィスビルとか商業施設とか、さっきみたいなタワーマンション、そういったものがあるのももちろん大事なんですけれども、なんといっても歴史の深さ、これがあることがとても大事だと思います。歴史の深さにおいては十分な豊橋は愛知の第二都市筆頭であると個人的には思います。ということで皆さん、名古屋から車で1時間半、新幹線も止まる豊橋駅、機会があれば訪れてみてはいかがでしょうか。駅を降りてすぐの場所にいくつかの史跡があるため、歴史の深さを感じられます。ということで今回も長時間ご視聴いただきましてありがとうございました。さよなら。